少しくなったかな。皆さんおはようございます。えー、心の広場の時間です。えー、いかがでしょうか、えー。先週から引き続きですね、えー、この番組をさらに続けさせていただきます。えー、番組の担当パーソナリティはですね、えー、近所たきおでございます。どうぞよろしくお願いします、えー。パスカルさんが言いましたっていうね、いつもそういうような話から始まるんですけども。 パスカルさんが言いましたです、ね。神はいるのか、いないのか、あなたはどちらを信じますかということで、ね、神様いるという人生を選んだ人たち。えー、それは非常に素晴らしい人生を送れると、私は思います,す、ね。パスカルさんはそう言いましたです、ね。今、高校、中学、大学、卒業シーズンはです、ね、もうすぐ入ってきます。今、卒業判定と言いましょうか。もう終わっているところが多いと思うんですけども。 えー、とある高校の卒業判定のことをですねいろいろこう聞きまして、えー、卒業判定をする時にですねな、えー、とかしてですねいろいろ問題のある子というのはですね、えー、こう卒業させたいと学校を思ってるんですね。なぜ思ってるかというとですね、えー、それは残すとですねその問題のある子とですね、えー、また1年間付き合わないといけない。ね、学校のの先生というのは非常にスストレスが多くて 今、心療内科に通う人たちはですね、学校の先生がトップだという話を聞きました。それぐらい大変なんですね。なんといっても、ね、卒業させないと、ほら、学校のですね、悪い成績として結果が残るわけです。ね。何人卒業できなかったっていうのはもう学校の恥なんですね。それでなんとかして卒業させたいとこ考えてるわけです。私が高校生の頃ね、私実はあの工業高校だったんですけどね、その頃 なんと私高校1年生になった時にびっくりしました。何がびっくりしたかというと高校6年生がいたんです。えー、と思うでしょう聞いた人たちね。いやこういう話をねあの現役の高校生にするとえそんなことってあるんですかっていやあるんですよね。えー、私の入ってる工業高校結構なんか難しかったらしくて、えー、勉強についていけない子はですね平気でこう学校の先生を落とすんですね。 ほら赤点になったらほら必修強化っていうのがあって35点取れなかった方は無条件にですね留年になるわけです。もう厳しかったんですね。卒業させようというのをねもう簡単に考えなかったんですよ昔はね。やっぱりね卒業できるまで頑張ってこいつをね応援しやろうっていうんですね、まあ、義に満ちた先生方多かったですね。だから高校6年生ってなるとですね体格もすごい強くてですね。 高校6年生がが高校をめててましたね、えー、その子出くかよおいとかまあみんな思ってましたけどもそれはさすがにすごいと思いましたね高校はねあの3年間で卒業できるんですけど6年かけることもできるんです大学は8年までおれるっていうことでね大学8年生とか当時いたような気がしますけどね 今から三十、まあ、数年も前の話でございますがその頃の高校6年生懐かしいですね私のところもですね私が2年高校2年生になった時もやっぱりあの3年生にこう寝られなくて2年生にそのまま留年してとどまるっていう子もいましたね男子校だったんですよね私行ったところ男子校でそうしてその男子校でね留年するわけですかっこ悪いわけですね留年すると。 さすすがにですね、えー、高校6年なんて嫌だなとかね高校4年も嫌だなと思う子たちはできるだけ頑張って卒業するために勉強してたんですけどもそれでもやっぱりですねな何を履き違えたか高校を遊ぶところとかですね喧嘩をするところとかですね友達作るところとか悪ふざけして、えー、実は私もですね悪い仲間に引きずり込まれて、えー、留年するはずだったんですけどね途中でほらイエス・キリスト死信じたんですよ。 クリスチャンになってね、クリスチャンになりました。それでね、聖書を読み始めたんです。で聖書を読み始めたら、私の人生変わってね、勉強するようになったんですよ。えと思うでしょう、ね。中学生、高校生、小学生のお子様もお持ちの皆さんですね。あなたのお子さんをぜひ教会に送ってください。そうすれば変わりますよ。なぜ私が変わったんです、ね。勉強するようになったんですよ。もうこれ、奇跡。奇跡なんですよね。 留年の予定だったんですけどもみんなこいつは留年だなと思ってたんだそうですところがですね最後の楽器3学期この時に私クリスチャンになってね家に帰ったら教科書開いて勉強するようになったんです今までしたこともなかったのがね教科書開いて勉強するようになったんですで教科書開いた時に、ね、もう何でこんな勉強しないといけないんだろうとね正直思ったんですよねこんなの勉強するなんてねでも聖書の中にねこう書いてあるんですね 勤勉で怠らず霊に燃え主に使いなさい。ですね。主に使いなさいって書いてある勤勉で。ほら。ね。勤勉でっていうのは勉強しないといけないでしょう。だから私ね、嫌だったんですけどね。もう絶対勉強っていうのは、ね、嫌いだったんです。今でも嫌いですけどね、えー。でもね、勉強しないといけないって聖書の言葉がぐん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 ね、私の心の中に響きまくるんですよ。 勤勉で怠らずあ勉強しないと神様怒ってるんだよなこれはまずいでおいとか思ってね勉強し始めたんですそうしたらですねなんと勉強を一生懸命やって、えー、ですね3学期のテストを受けたらすごかったんですよお何がすごかったってかって今まで取ったこともないような点数70点を取ったんですねすごかったねいやびっくりしました私ね 勉強したら点が取れるんだって初めてねそれまではほら赤点35点とかね50点とかねまあよくて60点とかねそこらへんだったのがね70点ですよこれが平均もうおったまけたのは私だけじゃなくてね私の友達も先生もびっくりしてねお,お前は留任だっていうふうに思ってた先生方がですねなんだこりゃこいつは変わったぞ一体どうなったんだえキリストになった そりゃあすごいとね何がすごいかというとキリストになったことは大したことなかったんですけどもキリスト教になったことはねそんなにねそな重大ニュースじゃないんですよです、ね、信仰の自由ですから重大ニュースじゃないんです私の成績が上がったとっいうことがねもうこの学校始まって以来の重大ニュースになったんですね、まあ、成績が上がって重大ニュースになったってトップじゃない限りそんなニュースにならないんですけども 私も驚きましたね。自分がこんな点数取れるなんて思ってもみませんでしたから、それでね、落第しないで2年生になれたんですよです、ね。だから、学校に行かない不登校のお子さんをお持ちの皆さん、ですねえー、またうちの子成績上がらんかな、勉強したらいいのにと思っている皆さん、ぜひ子どもを教会に送ってください。そうすれば、あなたのお子様は絶対変わります。ですね、いや、変わらんよという人はね、私のところにメールください。 ですね。koronaha12345-gmail.com で,、ね、ですからね。gmail でございますからぜひですね、えー、そこにメールしてください。ですね、私言ってる教会あるんですけどね実はあこの放送では明らかにしておりません。でもどうしてもという方にはですね、えー、オープンにしますしまた。 あの私が個別的にですねそのお子さんをご指導しても構いません今何名かですね、えー、勉強応援している子どもいますね、えー、大したもんでしょういや私も大したもんだと思うんですよバカだった私がね死んだ足やらなかった私が今やです、ね、先生と呼ばれ人を教える立場になり2つの法人の経営者となりね信じられません信じられませんよね5人の子持ちですよ。 まあ子育て本当に大変だったんですけどね5人の子持ちですそして今ね、えー、結婚してもう33年ぐらい経つんですけどねもう 4, 4年かな経つんですけども私の生涯の目標それはね、えー、結婚したうちの奥さんにね「あんたと結婚して本当に良かった」と死ぬ前に言わせたいです、ね、これが私の、ね、最大の願いですね。 言わせたい平凡な私ができるかなと思うんですけどこれに実は私命かけてるんですねお前牧師だったら信仰に命かけるだろうという人がいるかもしれませんけどちょっと私はね出来の悪い牧師ですからねそんな一番の信仰なんて他の牧師たちがいますからそっちにお任せしますでもうちの奥さんにだけは私しかいないでしょうねそうなんですようちの奥さん浮気してないのでね多分してないと思うんですけどねやってたりしてね目もう今はてられませんけども。 でもねこの奥さんには私一人しかいないんですねそれで、えー、死ぬ間際にですね私あなたと結婚して本当によかったわで言わせたいんですよねこれが私の今最高の夢ですねまあ最高の牧師になるっていうのはねそんなものを鼻から諦めてますねもともと出来が悪いんですから最高の牧師先生たち他の人たちに任せて私はうちの奥さんにとって最高の旦那でありたい ひたすら愛を注いで人生を共に楽しんで喜びと悲しみも分かち合い子供のことでいろいろ2人で相談しながら「ああでもないこうでもない」と言いながらですね今孫が3名もできましたからね「孫ってかわいいね」と言いながらですねそうやってあのおじいちゃんばあちゃんは俺たちだなんてドヤ顔してですねそうやって人生を送っていきたいと思ってます、ね。 いろんな子どもたちもお世話もいろいろやってますけどもそういうことをやりたいなと思ってますね。で幸せな夫婦っていうのをですねとにかく私は今の子どもたちに見せたいと思ってるんです。今の子どもたち。今私が関わっている子どもたちには母子家庭の子どもが非常に多いです。片親しかいないんです。また父子家庭の子どもが多いです。いろんな理由ですねお父さんとお母さんが別れなきゃならなくなった。その人たちにですね 結婚って素晴らしいんだぞ。っていうことを教えるわけですね。ほら結婚した。こんなに愛し合ってね。いやあ、生きててよかったって思うんだよ。食べる料理もね。これ一味違うね。お前たちも結婚したらわかるぞって言って、結婚に夢を与えてるんです,ですね。子供にうち、えー、の母ちゃんそうかなって言ってうち親弟がいないからとかね。いろんな理由でお父さんがいない。お母さんがいないという理由で、私たちの幸せふーんとこうね。見ているんですけど。 やっぱ女の子はね目ざといですねなんかねすごくはにかんでね照れたように私たちが幸せよって言うとですねちょっと照れ,照れ,照れるんですねどうしてかっていうと幸せというのにね女の子敏感に反応するんですよね。で私たちがね肩組んでほーらすごく仲いいでしょと見せつけてあげるとですねなんかねえすごくニコニコして朗らかになっていきますね心が溶かされているような感じです。 えー、私が世話をしてるです、ね、自閉症スペクトラム障害の子どもをです、ね、最初はあのちょっとしたことでカッと怒って、えー、このすぐ飛び出していったんですけど今はねどうして怒ったのとかね、えー、その気持ちを話してごらん聞いてあげるからって言ってね、えー、あなたに「自分が悪い」とかね怒られるからってそう思わないで話してごらんってね自分の気持ちを聞いてそれ聞いてもらってね自分と向き合うって大事なんだよ。 で自分がどうしてカーッとなったのかっていうことが分かるようになるとほらもうカーッとならなくて友達と仲良く遊ぶことも学校に行って先生たちの言うこともちゃんと聞けるようになって、えー、いいことがいっぱいあるんだよっていうとですねもうだんだんですね怒る回数が少なくなってきたんです。それでみんなとも仲良く遊ぶようになってカーッとですね、えー、怒ってもですね部屋を飛び出さないようになったんですねどううしたのってこう聞くとですね。 いろいろですね。むすって最初、顔をしているんですけど、気持ちを話してごらんって言うと、いろいろこう話し出すんです。えー、それがね、いいか悪いかということは、私たち言いません。そういう気持ちだったの。うん、大変だったねっね。でも、気持ちを落ち着かせて、えー、ですね。こう暴れると、みんなに迷惑がかかったり、嫌な気持ちになるから、そうならないように自分と向き合おうねって、そしてみんなを楽しくさせてあげようとかいうふうにね。 ゆゆっくりゆっくくくくりり話をしていくと落ち着くんですねだから私たちってなんかもしかしたらあーです、ね、子どもたちにピタって寄り添っているんじゃないだろうかとかねそういうふうにもちょっと思ってます。すねえー、高校を卒業したらいいかどうかです、ね、判定をですねかっくれたあー、ね、高校生、えー、留年しなきゃならないと思ったあーです、ね、そういう運命にこう見舞われた高校生高校生の中でもねあの 卒業はできるけども卒業式には出れないというのがあるんですね。なぜか出席日数足りないんですね。出席日数足りないので、えー、卒業式が終わってからもう学校に行かないといけないんですよ。で学校の先生はねもうその子と付き合うの嫌だから何とかして卒業させたいんですね。だ卒業式には出れないですね。そういう人はですね進学も進級も思いのままにならないそうですね。非常に残念ですけどね。 それはとってもも残念ですけどもおです、ね、それは本当に悲しいんですがそういうふうな感じでですね、えー、卒業後の人生というものを、ね、悩んでこの過ごしていくんだろうと思いますがでも遅れた人はね就職もできないんだそうですねそして、えー、この進学もできないしということで卒業遅れた人ちょっと残念ですねまあ自業自得といえばその通りなんですけどもでもなんとかですねそういう子どもたちに。 生きる喜びとか希望とかいうのをですね、えー、教えてあげたいなというふうなあの気がしてますねうち、えー、に来ればですねなん、えー、とかしてやりたいなと思うんですけどねあんたんとこどこねえという方はですね、えー、ぜひメールくださいですね gmail.com gmail.com 心の g ですすね、まあ、お子様のいろんな相談です、ね、受けたまわりまり今あの結構市役所の学務課の皆さんとですねいろいろ話をすることがあって、えー、中学の入学の手続きとかですね高校卒業のこととかですねいろんな方々とその、まあ、ことで話し合いを進めて卒業後の進路もですね就職したいという希望がある場合はお世話したりとかねいろんなことやってるんですよ。 牧師さんっていろんなことやるんだねと思う方がおられると思うんですけどもそうなんですよ最近めっちゃそれで忙しくてね、えー、先週なんかそれで遅れてしまいましたねいろんなこと打ち合わせが多くすぎてですね本当はこういうことを話す予定じゃなかったんですけどもいつの間にかねこういうことを話してしまいましたすみません、えー、それではちょっとですね、えー、皆さんの中にキリスト教 Q&A そもそも教会って何ってことについて話したいと思いますね 教会っていうとあんまりよく分かんないとい,いう方おられると思うんですけど、教会っていうと十字架があって、パイプオルガンがあって、マリア像があって、などとこう建物をイメージする方が多いと思いますね。えー、それはね、チャーチビルディング、教会という建物であって、ね、教会そのものじゃないんですね。教会とはね、建物のことではないんですよ。ですね、教会とは人の集まりです。だからブラジルに行きますとね、 こうあのカトリック教会はこう十字架あるんですよカトリック教会はねしかしプロテスタントの教会はね十字架がないんです私ね現地の牧師先生に牧師先生に聞いてみました「どうしてあなたの教会は十字架がないの捨てたの?」って聞いたら「いや捨てたんじゃない最初からつけないんだ」とこれはねカトリック教会と間違われると困るからって言ってね十字架つけないんだそうです今度ほらブラジルでね大統領になった方これプロテスタントのですね 熱心なクリスチャンなんですよその方がですねブラジルの大統領になって今までの政治を180度変えましたねそれまでは共産主義的なこのあの国家運営だったんですそれをですね資本主義的な国家運営に180度変えてしまうんですねもうすごいですねもうんと言ってもですね今,いや今やブラジルではあのプロテスタントがものすごい勢いでブーっと伸びてるんですねその伸びてる教会のクリスチャンなんですね すごいですね。そしてこの方信仰を持ってガンガンやってるんですね。恐れるものは何もないあるんですけどね。神様を恐れてるんですね。そして自分たちの政治の中で本当に神様が喜ぶような政治をしようと今やってるわけです。ですね、いや、すごいですね。これね。日本の政治と全然違うでしょいや、違うんですよ。今の日本の安倍さんね。何をやろうとしてるのかってよく見えないですね。そういう方が多いです。僕もよくわからないんですけどね。 えまあ政治家のことはよくわかりません一生懸命やっておられるっていうことはあや、まあ、そう思うんですけどね悪気があって、えー、独裁者になろうとか思ってやってる人はおそらく日本の政治家にはいないと思うんですけどね、まあ、自分の利益を若干測りながらやっぱり国益を優先させようとかね自分の集団をが優先せさせようとかういろんなことで最終的に国益を考えておられると私は信じて疑いません。ですね話は飛びました。 ですね、教会というのは建物のことではありませんです、ねえー。ちゃんと知りたいという人はね、キリスト教会に行ってください。そうすればね、分かります。ですね、キリスト教会に行くと、教会のことが分かります,です、ねえー。教会というのはね、イエス・キリストを救い主として信じた人の集まりなんです。だからね、そこら辺のマンションとかアパートでもね、教会になるんですよ。場所はどこでもいいんですね。ある香港ののの教会です、ね、あの中国の政府のき 取り締まりが厳しいということで毎週日曜日ですね教会の場所が違うんですある時は公園ある時は公民館ある時にはですねどっかの劇場ですねそうやってコロ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 が変わるんですそれでねいつも3,000名ぐらい集まるんですねえなんでそんなに集まるのと思うかもしれませんけどねすごいんですよここがね、まあ、私もびっくりしましたけどねこの牧師先生もすることさることながら 香港の人もすごいと思いましたね政府の弾圧ものともせずにという感じでございますねやっぱ弾圧しちゃダメですよねどんな宗教もねやっぱりねどんな思想心情もね人を殺すとかねあの害をなすとかね国家転覆とかそういう悪い集団でない限りですね弾圧することはねやめた方がいいと思うんですよね意味がないんですよ そういう人たちはね、もうウゴの竹のゴじゃないけどね、ゴキブリのようにあちこち必ずいるんです。それ潰し回ったらね、税金の無駄遣いですね。えー、でも中国は一生懸命やりますね。すごいですよ。中国というのはすごいですね。もうあんだけ人口が多くて、えー、それで今ね、いろんな外国にちょうど今、なんて言いましょうか、ゴールデンウィあの、あのー、旅行期間と言いましょうかね、新年をですね、迎えているわけでございますので。すっ すすごい中中国人が世界中今旅行してますね、えー、どうなるんでしょうか中国人の旅行のモラルとかいろいろね問題になっておりますけれどもですね、えー、教会って何その中国ではたくさんの教会が実は破壊されてるんです、ね、中国にたくさんクリスチャンいるんですよおもう1億5000万とか2億とかねそれぐらいあげるとか言われてますけどもおですねその教会はですね中国の政府は破壊しまくってるんです、ね、壊してるんですよどんどん。 宗教の弾圧、どんどんやってるんですね。中国人権なんかないです。ですね。中国っていや悪い国じゃないでしょうと思っている。皆さんそうじゃないんですよ。うですね。キリスト教は徹底して弾圧していきますね。それがね中国です。まあ、中国の人の作った教会、サンジアイコ協会ってうんですけど、それさえも潰してるんですね。だからね。どれほど中国っていうのはですね。アンチキリスト教かっていうのがわかるんですね。 もともと共産主義思想に乗っ取った動きをしてましたからまあそういう感じでですね今中国どうなってるのか分からないですね、えー、中国今65歳以上でも1億4千万人の人口がいるっていうんですからこれはもう1億4千万人と日本の人口より多いなと思うでしょう分からない国なんですねもう日本人は自分の国の規模では中国という国は測れないもうあまりにもでかすぎてねそういう感じですでもそういう中でも愛する皆さん 教会を訪ねていってみましょうです、ね。教会に行ったらあなたの人生変わります,です、ね。えー、また同じこと言ってると思われるかもしれませんけど、私は口を酸っぱくして何回も言います,す、ね。あなたの人生は変わります。やりがいのない人生からやりがいのある人生に変わります,です、ね。目標を持たない人生から目標を持つ人生に変わります。希望のない人生から希望のある人生に変わります。それは あなたの選択にかかってます何を選ぶかそれはあなたですですね。それではですね早速音楽に移っていきたいと思いますねそれでまた来週お会いしましょう